送信会は、旧民進党のグループ、通称、松野グループ。民進党決闘に際して、維新の党から合流した、国会議員26人で形成された、旧維新の党グループから、2016年9月の代表選で、枝健次ら主流派が連邦を支持したことなどに、反発した、松野来急ら非主流派が分離し、2017年4月6日に、旗揚げしたグループである。 送信会の名称は新しい政治を作るという意味を込めて命名され、3月30日に発表された。結成に際しては自由党代表の小沢一郎に近い議員を中心に、元民主党議員など計13人が参加した。また、会長の待つのが自由党や社民党との野党再再編を持論とすることや、選挙基盤の弱いメンバーが多いことから、 野党共闘推進派との見方が報じられている。なお、会長の松野は、旧維人の党グループ時代に同じく必修流派であった、両運会と自由警会を、いわば、兄弟派閥として、連携を模索し、2016年9月の代表選で、前原政治を支持したことを通じて、両運会とは、親密な関係を築いた一方、連邦の支援に回った自由形会とは、関係に、 隔たりができたと報じられている。2016年3月の民進党を決闘直後、旧維新の党から合流した国会議員26人による派閥立ち上げの動きが明らかになり、党内最大勢力となる見込みと報じられた。3月31日に初の準備会合を開き、4月7日の会合で今後、毎週木曜日に定例会を開くことを確認したが、 党内融和のために当面は情報共有の場とするにとどめた。7月の第24回参議院議員通常選挙後、勢力は23人となった。8月3日、旧維新の党グループとして正式に政策グループ化し、同党代表を歴任した枝健次と松野来久が共同代表に就任した。9月の代表選では見起きる改革に、 積極的な候補者を押すこととし、枝の擁立も視野に入れるなど、主導権の確保を目指した。しかし、蓮舫の出馬表明後は代表選が無投票に終わることを懸念し、その回避を図り、次期民進党代表に臨むことと題する政策、要求を8月19日に発表して、候補者の選定を図った。結局、蓮舫も、その後出馬表明した。 前原誠二も政策要求を受け入れた上、連邦支持派、前原支持派、玉木雄一郎支持派の三分裂状態に陥ったため、自主投票とすることを決めた。連邦の当選後、代表選で連邦を支持した枝良主流派と連邦委員以外を支持した松野良非主流派との対立が報じられた。 2017年1月23日の旧維新の党グループの幹部会合で分裂は必死との認識が共有され1月30日に松野ら12人が新グループの立ち上げに向けた準備会合を開いた3月14日に枝ら13人が会合を開いて代表選以来休眠状態となっていた旧維新の党グループを再出発させたのに対し3月16日に 松野ら13人が、新グループの立ち上げや定例会の毎週木曜日、開催を確認し、分裂が決定的となった。3月30日、松野を会長とする新グループを4月6日に立ち上げることが決まり、送信会の名が初めて報じられた。4月6日、新グループ、送信会が正式に旗上げされ、会長に、松野、事務総長に、松木健康が就任し、 旧維新の党グループの国会議員23人の内比例代表選出の衆議院議員13人が参加した。2017年東京都議会議員選挙後の政局を見据え民進党が敗北すれば党規約に基づき代表リコールを求めることも模索していたが自民党への逆風が強まり議席ゼロ回避の公算が大きくなるとこの動きは沈静化した。民進党は 同選挙で改選前より2議席限の5議席に留まったが、7月4日の常任幹事会で、連邦が続投を表明したため、同日の送信会会合では、連邦執行部の責任論が紛失した上、横山博之など、単独、または、集団での離党に研究するメンバーも出るに至り、連邦は7月27日に辞任表明に追い込まれた。9月の代表選では、 8月7日に、送信会として、前原を支持することを決定した。前原当選後の党役員人事では、会長の松野が国会対策委員長に就任した。10月の第48回衆議院議員総選挙では、9月28日の民進党両院議員総会で、希望の党への事実上の合流方針が了承されたことを受けて、会長の松野や事務総長の松木 事務局長の石関隆氏ら幹部も希望の投稿人で出馬したが、いずれも落選し、民進党内における勢力を失った。なお、旧維新の党から民進党決闘に参加した衆議院議員のうち、民進党席を保持したまま当選したのは、松野と田本を分かった枝のみとなった。2017年4月6日のグループ旗揚げには、 旧維新の党グループの国会議員23人の内比例代表選出の衆議院議員13人が参加した。3月14日の枝グループの会合にも13人が出席しており、枝グループとの掛け持ちのメンバーがいると見られる。ありがとうございます。